どうぞ。昨日、竣工記念式典が行われた県央基幹病院。燕労災病院と三条総合病院が再編・統合し、新たに建設されました。院内には31の診療科と400の病床が備えられていて、県央地域の救急医療などの中核を担います。この病院が目指すのが、すべての救急患者を診療する断らない救急、いわゆる ER 救急体制を整備いたします。救急車で搬送されると救急外来、こちらに運ばれてきます。そして中に入ると、県央地域では最大規模という、およそ10室で救急外来に対応するということです。県央地域ではこれまで地域内の救急要請に対し、およそ 25% で対応できず、地域外へ対応をお願いしていましたが、今後は地域内のおよそ 95% に対応できる体制が構築されます。県央基幹病院では年間およそ6000件の救急要請を受け入れ、断らない救急の実現を目指します。救急車、今三条地区とかこの辺だと長岡とか新潟に運ばれる時があるので、ここで見てもらえると嬉しいなと思います。一方、主な診療機能が2階以上に設置されるなど、災害拠点病院として地域を支える役割も期待されています。地域医療をより持続的なものに、そしてまた県民の皆さんが安心して医療を受けられる環境づくり、これはもう県の大事な責任だとも思っておりますので、ここの1ヶ月の間に準備を進めて、円滑に会員をし、そして診療等を進めていきたいというふうに思っているところです。県央基幹病院は来月1日に開院します。